ビシェグラードは、ボスニア・ヘルツェゴビナの町及び、基礎自治体で、同国を構成する構成体の、ウチスルプスカ共和国に属する。ビシェグラードは、ドリナ川の右岸に位置し、周囲は、森や山地に囲まれている。ドリナ川の 20km 上流には、ビシェグラードイエゼロダムがある。ドリナ川の狭い峡谷と、豊富な谷間に開けた町で、肥沃な土地が広がっている。 周辺は1000メートル級の山岳地が広がる。地理的な特徴から戦略的にも経済的にも重要なため、サラエボとイスタンブールを直接結ぶルート上にあるビシェグラードにはオスマン帝国によりソコルルメフメトパシャ橋が架けられている。ビシェグラードはノーベル文学小受賞のッカイボ・アンドリッチの代表作である小説ドリナの橋で広く知られている。 同作品によってよく知られているソコルル・メフメトパシャ橋は1571年にオスマン帝国の大宰相ソコルル・メフメトパシャの命によってミマール水難の設計によって着手され1577年に完成した。2007年にユネスコの世界遺産に登録され多くの観光客が訪れている。ビシェグラードはドリナ川に沿っておりセルビアとの国境にも近い。 紛争以前の1991年の国勢調査による人口は、ビシェグラード基礎自治体全体では21199人で、ボシュニャク人が62.8%、セルビア人が32.8%、その他の民族が4.4%を占めていた。紛争時ビシェグラードは、近くには電力を供給したり洪水を防ぎドリナ、川の水位を調整するダムがあるほか、 ベオグラードとウジツェ、コラジュでサラエボを結ぶ幹線道路が経由するため戦略的に重要な地点であった。ユーゴスラビア人民軍のウジツェ軍団にとっては、ウザマニツァ強制収容所と関連し不可欠なため、紛争に関与するために他の戦略的な場所同様重要であった。1992年4月6日、ユーゴスラビア人民軍は町に対して砲撃を開始し、 特にボシュニャク人の住む地区や周辺のボシュニャク人の村々に攻撃を行っている。あるボシュニャク人男性グループは地元のセルビア人に人質に取られダムの制御を抑えられダムを解放するよう脅された。ある男性はダムを放水し、結果洪水によっていくつかの家や通りは被害を受けている。百九十二年四月十二日にユーゴスラビア人民軍の部隊は ダムの管理権を抑えている。翌日、ユーゴスラビア人民軍のウジツエ軍団は、ビシェグラードを管理下に置き、戦車や重火器を街の周囲に配備した。危機の間逃れていた住民たちは街に戻り、気候も4月後半から5月の最初の2週間は安定していた。1992年5月19日に、ウジツエ軍団は、正式にビシェグラードからは撤退し後は、 セルビア人指導者によるセルビア人の自治体であるビシェグラードが設立され、すべての行政はセルビア人の手に握られた。直後にはセルビア人による警察や準軍事組織によってボシュニャーク人を街から永久的に追放することを目指した悪名、高い民族浄化が始まった。当時、ビシェグラードの人口の過半数を占めていたボシュニャーク人の多くが殺害された。 ドリナ川には、周辺の町やソコルルメフメとパッシャ橋、その他町の様々な場所で虐殺された、ボシニ人の男性や女性、子供を含め多くの遺体が存在に捨てられた。また、セルビア人軍事組織は、ボシニ人の住居や村に対して、系統的な強姦や略奪、破壊に関与しモスクは、完全に破壊された。 ウザマニツァ強制収容所に収容された母子逆人に対しても強制労働や虐待、性的暴行など非人道的な行為が行われていた。ビシェグラードの虐殺では600人の女性、119人の子供を含む3000人以上が殺されている。ボスニア・ヘルツェゴビナ紛争終結後、ボスニア・ヘルツェゴビナは2つの構成体に分割され、ビシェグラードは スルプスカ共和国に属する自治体となった。紛争以前は町の人口の60%を占めた、ボシュニャク人は今日では帰還した少数のみで、セルビア人が多数を占める町となっている。ビシェグラードは欧州自動車道路761号線のウジ勢とサラエボの間に位置し、セルビアとの国境から 20km 西側に位置している。 オーストリア・ハンガリー帝国支配時から1970年代まで、ベオグラードとサラエボを結ぶ狂気の鉄道である、ボスニア東部鉄道が敷かれていた。ビシェグラードからセルビア国境までの区間は魅力的な区間であり、観光用として国際基金からの支援によって再建される。現在、狂気用で内蒸気機関車がビシェグラード文化センター前に展示されている。 サッカークラブ FK ドリナ HE ビシェグラードが本拠地にしている。フィナールレポートオブザ・ユナイテッド・ネーションズ・コミッション・オブ・エキスパーツ・イシュタブリッシュとパースウント・ツー・セキュリティ・カウンシル・レゾリューション780ビシェグラード・イン・ディナイアル・オーバー・グリズリー・パスト。ありがとうございます。